どうもこんにちは、三浦です。今回は、アイキキビーチ、やっていきましょう。お、なんかキノピオがいるね。お、マリオさん。ここアイキキビーチはただいま、海フェスの準備中。このビーチのどこかに、リトルペンキスターもあるはずだし、海フェスの会場に行ってみよう。じゃあちょっと行ってみようか。すごいいい眺め。それだけかい、それだけかい。お、なんだ、険しい顔してるね、あのキノピオ。あ、マリオさん、この青キノピオかっこいいんですよ。これからこの小さな船に乗って海の果てを目指すんだって。やめときなさいね。違う、いいところとかかっこいいとかそういうことじゃないんだ。私はこの危険な大冒険に自分一人で挑み、これを成功させることで、私が何をするためにこの世に生まれてきたのか、それを知りたいんだ。これよく言う自分探しの旅っていうやつですか、これ。おーい、いよいよ海フェスが始まるよ。楽しいよ。さあ、こんなところにいないで早く海フェスに行こう。いや、あのキノピオに対して失礼だから。私はやるぞ。海フェスにうつつを抜かすなど時間がもったいない。もうメラメラ燃えてんね、あいつ。あいつを止めることはもうできないんだな。会場に着いたね、きっと。お、なんか始まったっぽいよ。さあ、まず最初のプログラムは、潮干狩りならぬ題して、キノピ狩り。ここにいる、海フェス5のメンバーがこれからこの会場のどこかに隠れます。隠れんぼだね。お、始まった。これ、海の季節にこれ、やる必要あったかな、これね。ただのかくれんぼでしょ、だって。あ、一人目発見した。こんなとこ隠れてる。さあ、あと4人だ。なんかヒントとかくれないのかな。この会場のどこかにということだから、他のところには行ってないんだね。ここ怪しいな。あ、ダメだ。違うな。あ、いるじゃん、ここに。見つけた。二人目。そこにいる兵法も気になるけど。あ、いた。三人目だ。残りあと2人が結構厳しい。わかんない、こっちいないもんね、だって。後ろ、あ、そこになんかいるね。トイレに入ってんのかな。あ、ダメだ、叩いてもダメだ。どうすりゃいいのこれ。あ、切り取りか。なるほど。あ、でもね、キノピオじゃなくて今のはルイージーだったな。え、絶対正解だと思ったんだけど。お、なんだこれ、こんなのあったんだ。え、絶対いるじゃん。あ、埋まってる。あと一人か。これ怪しいよね。
これで全員捕まえたんじゃない？なんか賞金とかくれないのかな。いよいよメインイベントを残すのみとなってしまいました。メインイベントもちろんやりますよね。さあ今度メインイベントはシャッフル5だって。あれ鍵。さてそれではこちらに取り出している1本の鍵、これぞこのイベントの優勝商品、くつろぎビーチの鍵なんです。わお。この鍵をこれから私が海フェス5のメンバー誰か1人に渡します。海フェス5は5つ子なのでみんな顔がそっくりです。誰に渡すかよく見てくださいね。でシャッフルするんだねきっとね。フリータイムで今話しかけることができるんだって。これ話しかけるなんか意味あるね。これさあシャッフルが始まる。うわうわ無理じゃんこれ。こいつじゃない？うわむずむずいな。鍵を渡されたキノピオに何か目印になるような特徴があるといいんだけど、なんか特徴があったのかな。さっきと違うやつじゃんか。私の顔を忘れないでって言ってるね。今度は分かったかもしれない。むずいな。そう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 、絶対そうのはずだよね。はあ、このキノピオだという証拠でもあるんですか。インチキ使ってんのかこいつら。こんなに顔が似てるんですし、見間違いですよ。はい、残念。これはちょっと怪しいよ。絶対このキノピオだったもん。絶対に見間違わないような目立つ特徴がついてればいいんだけどな。あ、なるほど、間違えないような特徴か。なるほどね。でもこれいいのかなこれ。これだったらわかんないね。あ、わかんなく、もういいやもう。これだ。やっぱインチキ使ってんじゃん。ちょっと待って、インチキだ。騙されないぞ。この体についたペンキは何よりの証拠。確かにここまでペンキまみれだと逃げも隠れも揉め消しもできません。なんで突っ込まなかったんだろうね。私たちより1枚2枚、いや5枚ぐらい上手ですね。シャッフル5だけに。それでは優勝商品のくつろぎビーチの鍵を お受け取りください。お、ビーチの鍵をゲットしたね。さあ以上をもちまして第5位。結構やってんな。くだらないなこれな。555回目だったらしいよ。多分この先いけるんだよねきっとね。さあ開いた。こんなのさ、鍵がなくたっても突破できるわこんなの。このままじゃ日差しが眩しくてゆっくりくつろげないよ。お、なるほど、これでいいのか。髪のくせに一丁前のことすんな。いや、来なくていいよ。
あ、回復した。これだけかい。あそこにペンキスターがあるね。さあ、多分これを足場にしてこれ取りに行くのかな。結構このゲーム頭使うな。これでいいのか。よし、これでクリア。